ワクワクタイルと申します。ワクワクタイル、人間にワクワクタイルと申します、えー。あなたの番です。毎週見てますです。ということでね、今回もラストはまた新感覚で木下茜さんが最後に出まして、もう確実にもうあれはもう作家ですね。作家というかこのね、もう皆さん多分ご存知と思いますけど資料を。 あの集めていますよね僕前考察考察なんていうなんか高所なもんじゃないですけども僕はこうじゃないかなっていうふうに思ったのはやっぱりなんかこうもっととえ,えぐいい方だと思いましたけど、ね、木下あかねさんはこの何て言うのかな,なんか小野さんとかと組んで実験台みたいな感じでこの302の人をこう ずっと見張ってるみたいなことを思ったんですけどでも案外そうでもなくて普通なんか作家っぽいっていうか資料集めみたいな感じでしたねうんまあ絶対犯人じゃないですね犯人だったら次回のところでその翔太翔くんがなんかこう木下茜の、えー、瓶からなんかいろいろ探したりっていうことはないですからねうん 確実にその資料の一つとして木下茜が選ばれたというようなまあ足がかりになるというか、まあ、そんなに大きく本筋からはずれていない、えー、もので見え方はすごいでまあジュリアの昇進とかも、えーまあ、資料の一つでしょうねこれが流れていたから、えー、ジュリアの昇進を自分の,その部屋の中にかけていたというようなことだと思いますが。 えー、ここで一つ思ったことがありましてこれ奈々ちゃん生きてたりしないよねっていううんね論というか説が出てきましたよねなんか一番やっぱりびっくりするのって死んでたナナちゃんがナナちゃんじゃないっていうパターンがびっくりするなあと思って。 要するにその双語説出てるその黒島さんがなんで双子説が出たんだろうと思いながらよくよく考えてみるとその原因って多分 DV 彼氏がいなくなってなんかこう傷もなくなってね別人みたいになったから双子説出てるみたいなことだったと思うんですけど確固たるそのなんていうんですか証拠ってないんですよねまだ全然後出しがいくらでも聞く状況なんで。 一旦真っになって,考えてじゃあどれが一番びっくりするかなっていうと一番そう思ってたっていうことがすっごいグーッとこう感情を高められたもののはしごをポンと外されるのがやっぱり一番びっくりするわけじゃないですかなぜなら僕ナナちゃんが黒幕だと思ってたんでナナちゃんが死んだ時にびっくりしたわけですよまさか死ぬとは思ってなかったまさかこうなると思ってなかったっていう方向に行くと結構根拠 そういう意味で感情を揺さぶりたいという番組作りには根拠があるから、えー、だからあのあ一つあったのが怪しくない人が怪しいっていうのはねこれね違うと思うんですよね僕全然それは違うと思っててこうじゃないだろうと思ってる真正面の人がこうだろうこうじゃないと思った方に運ぶ 感情が働いてる人のものが動く方が僕はやっぱびっくりすると思うね視聴者がうんでそれでいてやっぱり納得を勝ち取らなきゃいけないっていうことなんでやっぱ奈々ちゃんなんですよね僕の中ではうんまだその細川さん野間口徹さんの演じる細川さんが死んだというかその細川さんがまだ何もなんていうんですかねえ出、ー、てきていない 結構やっぱり僕がずっと引っかかってるこれ何度も言ってますけどあのー、劇団やり始めたおじさんが黒島紗さんに対して「あれ?」っていう風な、えー、顔をしたなんでこの人はこんなこと言うんだっていう顔をしたのが1点だから僕黒島さんって死んで入れ替わったんじゃないかなとかっていうのも思うで奈々ちゃん自体も何、えー、て言うんだろう 死んんで入れ替わってんじゃないかなっていううのも1つある、うんそれも出てきてる。てかそもそも全員ほぼほぼの人たちがグルっていう可能性も全然あるそういうパターンの映画もあるからナナちゃんも後で復活何らかの形で復活するんじゃないかなやっぱり妹さんだったりが、えー、実はまた、えー、もう一人いたりとか。 でもこれ言い出したらもう何でもありだもんなこれこのパターンもこのパターンもって言い出したらなんかちょっとでも考察としてはずるいんだよなうんそうなんだよなでもやっぱり必ずその2つ2人ですね翔太くんか奈々ちゃんどっちかがあのー、主犯格だと思ううん 翔太君が二重人格だったりするパターン翔太君が一番上にいて小野ちゃんと二重人格じゃなくても似てるとかでもいいですねよく言ってるのが今袴田義彦さんと久住さんが似てるからっていうのもあるし翔太君もしくは翔太君でオッペルゲンガーが小野、えー、さんと黒島さんを部下に携えて全部後ろで弾いてたという点これ,これ A 案ね。で B 案が奈々ちゃんが、えー、妹が。 あの細川さんとの間の許せないことっていうのがそれなんか妹というか奈々ちゃんの妹かなんかに対してやったことみたいなのがあってそれの償いに細川さんがずっと近くにいるみたいなでもそれはないな違うな奈々ちゃんが2人いてそのうちの1人が死んででもう1人が後で戻ってくるみたいなのはこれ可能性としてこれ B やんこの2つのどっちかだと思う絶対、うん。ないと思う。あの他の人が シュアハンカに踊り出ることとは俺ないと思うわ、うん、もうクーラーボックスをお兄さんなんか持ってのほか絶対に入ってこないと思う、うん、これなぜならばいやそれだと何でもありじゃんみたいな感じになるのよねいや意外と看護師ですみたいなのあるじゃん意外と看護師ですみたいな家計味はですみたいな、うん、ないと思うのよそれってやっぱ俺ねあの物作る上でちょっとズルなんだよねそれって やっぱり真っ正面記ってこういうものでしたバーンででもタバコの吸い殻があるからやっぱり翔太くんなんだよなあいやでも奈々ちゃんがタバコ吸うっていうのもあるか奈々ちゃんのもう一人の奈々ちゃんがでも絶対ダブル案だと思うわ A 案で翔太くんが2人二人というか、えー、ドッペルゲンガがいるか奈々ちゃんの2人二十人格かドッペルゲンガが二人ドッペルゲンガがいるかこの2つのどっちか絶対間違いないと思うわ うん、主軸はねうんあと共犯者がどれだけいるか小野ちゃんは共犯者だと思います、うん、黒島さんも共犯者だと思いますうんっていう路線でね捨てたくないてかもうでも2枚張りだもんなこれちょっとズルっちゃズルなんだよなあと「いくばる」はない何回も言うけどいくばるエンドはもうブチギレもう視聴者ソース感マジバズうんいくばるはない草マジ臭い本当にいくばるエンドだったら 草生えるわ本当。ということなので、えー、まあまあまあ直近のところでいけば木下さんはまあ100%ないし、えー、そのモブキャラが主犯格っていうのは100%ない今後の5話6話でその素材作りしていったらまた違うけども現状では絶対にないわ、うん。やっぱりそのね物語として申し訳が立たんよね。うん はい、ということでまあ考察というか僕の場合は違うんですよこれね何を言いたいかっていうとこれ今回のヒント動画とかもそうなんですけどこれ考察ね後出しじゃんけん多すぎますよマジでだって木下茜実はこうでしたでバーで出されたら木下茜犯人になるじゃないですか例えば今回の今回のは絶対違いますけど今回以外のような出され方したらなるじゃないですかだから結局まだブラックボックスめちゃくちゃ多いんです開けてない箱とかが多すぎて。 なだから予想、じゃどういう予想を立てるか、これ感情、ね、視聴者が一番びっくりする感情、そういう意味での考察、感情考察でいけば、やっぱり翔太くんか、奈々ちゃんだと僕は思いますっていうことなんですよね。はい、ということで、えー、ぜひ、僕の場合は考察というよりも、えー、楽しかったですねというような見方で、えー、外れていいじゃないですかというような見方でやればと思います。はい、ということで、えー、以上。 あなたの番です。でございました。ありがとうございました。